どうも皆さんこんにちはおたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。えー、引き続きトーク動画を作っていきたいと思うんですが今回ね話す内容はルミックスパナソニックから発売されたルミックス S9 というカメラについて少しね僕の感想だったりだとか考え方をちょっとね共有させていただければと思います。で言わずもがななんですがえっと宣伝の あの広告の写真が全く無意味だった件はちょっとやっぱりまあもう言うまでもないけどちょっとうんなんかこうマーケティングと開発者とかいろんなところとのこうミスコミュニケーションがすごい多いんじゃないかなっていうのをまあ感じるようなまあでもなんかこういうのってなんだろう最近少なかったなって個人的に思うんですよ。 まあ結構前になんかフジフイルムも X100V の発売の時になんかこう表に舞台に出しちゃいけないような写真家をなんかプロデュースして宣伝してしまったとか,なんかそういうのがね前あったりとかもしたんですけど最近ねこういう,なんかこうやらかし系のなんかカメラメーカーのミスってなかったんですけどなんか久々に会ってなんかこうあんなんかこういうミスが。 久,し久々だなっていう風に感じたんですけどまあでもねまあそれはもうミスしたことはしょうがないと思うんでまあ今更どうこうっていう話ではないと思うんですけどあのー、まあカメラ本体に対して簡単にちょっと話をしていきたいと思いますで実際にえっと僕店頭で、えー、ルミックス S9 を先行展示してたのでちょっと触れてきたのでそれも踏まえてね少し話ができたらなと思いますで結論から言うと ま僕は買わないかなっていうのをすごい思います。で理由に関して何でそれを、まあ、たとえ例えばね僕がカメラを1個持ってないとして、えー、じゃあルミックス S9 を購入するか考えるかって思った時に、まあ、僕は購入しないかなっていうふうに思った。 形になります、まあ、あくまで今僕はねカメラを持っているので、まあ、より買わないっていう選択肢にはなるんですけど、まあ、持ってなかったとしてもこうなんかこう実際に使った上でそう思ってしまった理由っていうのがまずすごい実際ににに触ったた時にすごいいいチャッチっていう風に思いました、まあ、持った時になんかねおもちゃみたいなうん感覚になってしまって。 でなんかこう所有感みたいなものが少し感じれなかったなっていうふうに思いましたまあ、それがなんかこう持った時のその合成の話なのかそのなんか持った時の重さとかそういう体験の話なのかまあすごく感覚的なものになってしまうんですけど僕はねなんかそのなんかこう持っててなんかこれめっちゃいいカメラだなっていう感覚が少しなかったんですよねなんでちょっとうん その直感の時点でまず微妙だなっていう風なのが思ったのとこれメカシャッター搭載なのかなメカシャッターない電子シャッターだけかな多分電子シャッターだけだったような気がするんですがあーメカシャッターないねうん電子シャッターのみなのでなんかこう写真を撮ってる時のなんか感覚が。 なんか面白くないなっていうのがやっぱり。うん、今調べたらやっぱ電車あったでしたね。っていうのが、あのあるし、あとはストロボがこれ。コールド集になっているので。まあ、ちょっとね、ストロボ使ってみたい。っていう。人にとっては。まあ、ちょっと無理だよね。っていう話になって。きます。うん、まあ、僕もすごいストロボを使うような。カメラマンとかではないので。まあ、いらないかなっていう気もしなくはないんですけど。ただね。 全く使えないのと試しに使えるっていうのは結構違くて例えば僕がねこう商業カメラマンではないにせよ一応フラッシュを使ったことは全然あるんですよ何回かもちろんあるのでその上で全く使えませんってなっちゃうとうーんなんか微妙だなっていうそこに20万ちょっと出すのかっていうところがちょっと微妙だなっていうのはやっぱりあります。 でかつ思ったのが、えっと、なんだっけな一つでもね賛成できるところはめちゃくちゃあってこのそもそもパナソニックがこのルミックス S9 っていうすごいこう小型でこう初心者にちょっと向けたような製品をフルサイズセンサーで出したっていうところは僕はすごく正解だなっていうのは思います。 やっぱり僕ずっと動画でカメラについて初心者こういうの買った方がいいよとかいろいろ話しているんですよねでその上でやっぱりこうスマホと差別化できるやっぱり画質を求めた方がいいっていうふうに僕はすごい思うんですよねそれはめちゃくちゃ高画質っていうところもそうですしめちゃくちゃ画質がいいわけではないエモい写真が撮れるっていうのも一つだと思いますオールドレンズとか。だからそのののスマホで撮れないいものをやっぱ撮るっぱるていうのがすごく重要 だと思うんですよねそれをなのでマイクロフォーサーズとかのシリーズでそこを目指すっていうのはちょっと違うよねっていうのは僕はすごく前からあの話していたところなのでそこはパナソニックさんの意見と僕はすごく一致しているところでいいなとは思うんですけどなんか結構なんだろう安くしたりまあ値段は結構フルサイズに比べたらもちろん安いとは思うんですけどなんか妥協している点がなんかちょっと。 うん引っかかるよねっていうカメラうーんなんか競合製品でこのルミックス S9 を考えた時ってまあ上がってくるとしたら多分ソニーの α7C のシリーズうーんだと思うしまあ一部のコンデジとかそういうところに ZVE1 とかかな多分 ソニーのところになってくると思うんだけど、うん、なんかリセールバリューとかも含めて、これをそもそも買う必要があるのかっていうのがちょっと微妙ですね。<laughs> なんかリアルタイムラットの機能とかもこれあるんですけど、初心者まずそれ使わんやんっていうところはやっぱりどうしてもある。 でそのためにおそらくそのラットをクリエイターの簡単にできるそのアプリ連携とかでその適用できますよっていうなんか機能を歌ってれてそれはねめちゃくちゃいいと思ったんですけどただ初心者そこまで行くのかなっていうのは少し思ったりだとかうーんなんかパナソニックのレンズとかってリセールやっぱりちょっと低いしなとかだったらソニーの方が。 使ってる人も多いしリセールバリュー高いしいろんなレンズも選べるからいいんじゃねってすごい思ったりもするんであえてルミックス S9 を選ぶっていう理由がちょっと難しいなって僕はすごい感じますなんだろうマジでデザインが好きでパナソニックの色味が好きでなんかこう周りのね、こうデザインこう革の色を変えられるっていうところにこうドハマり すするっっってていいいうう人だったらいいのかなって思うんですけど僕はちょっと買わないかなっていうのと、まあ、これから僕がねまたそのうちなんかフルサイズミラーレスおすすめのカメラとかって紹介するときにこれめちゃくちゃいいから買った方がいいよってめっちゃ押すかっていうとそうはならなならいいかもしれない押すのはやっぱり、まあ、α7C の M−2 かなっていうふうになりますね。 うん難しいね、うん、難しいけど俺はやっぱ α7C かなうんでもう一つやっぱコスパで押すんだったらパナソニックのルミックス S5II っていうのがやっぱりあるんですけどやっぱあれ大きくて重いでもなんかそれに合わせたちゃんとしたこうファインダーとかこう幅広い層に向けてちゃんとこう納得いくスペックになっているんであれは成り立っているわけでなんか変なところあれなんかその なんだろうもうちょっと分かりやすまあこれ分かる人分からない人いるけど分かりやすく言うとその,ソニーのっていう機種があるんですよ、ねまあ、本当にこうファインダーも大きくてなんかもうほんと万能に使えて結構プロ向けにも通用するものがあってそれのよりコンパクトにしたあんまり性能的にも変わらないのがソニーの α 7 c m II だと思うんですよ。 でそれをパナソニックと比較したときにルミックスの s 5 ⅱ がありますよと。で α 7 ⅳ よりは少し重たくて大きいけどほぼほぼ同等の機能ですよね。で価格10万ぐらい低いからよくないですかっていう提案をしてるんですよ。ってなったときにじゃあ、えー、ルミックス S9 が出てきましたであのソニーと同じ関係でルミックス s 5 ⅱ と。 えー、ルミックス S9 はほとんどそんなに機能は α7CM2 との関係ぐらい、まあ、変わらないですよってなったら多分割とと売れると思うんですよただこのルミックス S5II よりも結構妥協点が多いこのルミックス S9 っていうものはこのソニーとパナソニックで比較した時にちょっと魅力弱いよねってなるんですよ。うん でしかもルミ、um、ックス S5II って新品の時よりも結構値下がりしてきてるんでそんなに多分ルミックス S9 と価格差が生まれてこないんですよだったらここでよく分かんない妥協するんだったらじゃあルミ、um、ックス S5II 買った方がいいじゃんっていう話にもなるしよりコンパクトなもので性能がいいものを持てるんだったらじゃあ α 7 c m II 買った方がいいじゃんっていう話になるんでこのルミ、um、ックス S9II って買うっていう話になってくるんですよだからなんかここのなんかこうなんだろうユーザー カメラユーザーザからすするるズレっていうのははごく僕は感じるただ初心者がそれを見分けられるかっていう話になってくると多分見分けるのはかなり難しいんで、まあ、そういったライト層に向けて売り込むっていうのは、まあ、間違っているようで間違ってないようななんかその初心者のカメラリテラシーの低さを利用した販売の仕方っていうのを になななってくるんじゃいいいかなっていう,ふうには思いますだから YouTuber からのある程度めちゃくちゃこれを押すよっていう賛成にはならないと思うので、まあ、そこら辺のこうインフルエンス的な SNS マーケティングとによって販売がめちゃくちゃこう爆発して売れるっていうことはそんなにないんじゃないかなっていう気はまあ僕はします。はい えー、わかんないけどねあくまでこれ僕個人の、えー、推測になるので、まあ、これがめっちゃ正しいとかそういうことはないと思うんですけど僕の意見としてはそう思うので、まあ、ルミックス S9 は個人的には結構妥協点が多いカメラだなっていうふうにすごく感じたのでなんか素直に押せないこう自分がいてちょっと悲しいなっていうのがあります。もっとね正直期待してたんですけどルミックス S5II ほど、えー、魅力的な製品では なかったなと思いますはいということで今回はルミックス S9 新しいねパナソニックからのカメラについて話していきました皆さんはどう思いましたでしょうか僕はねこういう意見でしたのでぜひ皆さんがねお好きな意見をコメントしていただけると嬉しいですし高評価まあねバット評価でも全然問題なんせるのでぜひともねアクションしていただけると嬉しいですそれではまたチャンネル登録もよろしくお願いいたしますまた次の動画でお会いしましょうバイバイ